皆さんこんにちは。越後ときめき鉄道スペシャルアンバサダーに就任させていただいた NGT48 の佐藤かえりです。あ、すごい、ひながこんなにちっちゃくなっちゃいました。きっと舞台で疲れてしまったんでしょう。今日はこのちっちゃなひなちゃんと一緒に先日発売された日本一大きな切符スペシャルアンバサダー就任記念のホリデーツアーパスを使って妙高羽馬ラインを旅していきたいと思います。こちらですね、日付を記入するところが穴が開いていまして、こちらを駅員さんにお願いします。よろしくお願いします。まず5番線から9時30分に発車。うわ、すごい、ありがとうございます。はい、今日の日付が入ったところで、じゃあ早速乗車していきたいと思います。それでは鉄道好きにはたまらないとあるスポットがある日本駅に行きたいと思います。出発進行。NGT48 佐藤かえりと三村ひなのときめきチャンネル。急勾配を走行する際、すごいアナウンスになってる。乗車しながらシートバックを経験するのが初めてなんですよ。多分ひなちゃんも初めて。ひなちゃんと一緒に経験したいと思います。また山に近づいてきました。朝で寒い？お腹空いてない？今、新井駅と日本駅の間に来てるんですけれども、スイッチバッグを乗車しながら、しかもこんな先頭でちょっとね、スイッチバッグスポットに。お、まもなく日本にです。ここからになります。形がちょっと変わってましたよね。変わってたよね。お願いしてバックしているところになります。窓の外をしっかりと見て運転されてます。なんか珍しい光景ですよね。いつも進行方向を向いて運転されるじゃないですか。後ろを向いて進行方向と逆のところに進んでいくという。おー、なんかすごいお店が出てきた。すごいすごい、なんかいろんな方向にお店出てる。スイッチバック回って無事に日本駅に到着しました。 NGT48 佐藤かえりと三村ひなのときめきチャンネル。日本駅に着きました。日本駅を案内してくださるそうなんですけれども、はい、新井駅長の東條と申します。今日はようこそ日本駅へおいでくださいました。ちょっと駅舎の方を見ていただけます？はい。真ん中にガラスの部分、あれは雪がたくさん降っちゃって明かり取れないから明かり取る用の窓なんですよ。え、たくさん積もるときは1階の屋根よりも高く、はい、そんなことあります？豪雪地帯の駅ですね。豪雪地帯なんですか？はい、特鉄の中でも一番雪の多い区間ですね。本当に多いところで駅舎が雪の中に埋まっちゃう、そんな感じになっちゃうんです。水を撒いてるのもやっぱり雪が多いから地下水を撒いて消してる。ああ、走行しやすくしてるんだ。じゃあ向こう側見てください。はい、黒い屋根見えますか？あ、見えます。あれはね、スイッチバックの折り返し用の線路です。右側を見るとかなり線路、ね、坂道になってるよね。それを解消するために、はい、一旦平らなところへ電車を入れて木に入ります。そのための屋根の施設です。
ね。おー、これはね、雪国特有の設備です、はい、雪が線路内にたまらないように、うん、雪受けのための雪囲いになってる。なるほど。なんで屋根が特設館内ではここにしかない珍しい設備です。乗車してる時よりもすごい急勾配になるのが分かるので、すごく大事なんですね。そうですよね。日本劇って結構こう歴史が深いというか詰まった駅になっているんですかね。そうなんですよ。実は国の有形登録文化財に登録されているのが7カ所。おお。駅舎本体ですよね。木造の駅舎としては県内でもね、うん、数少ない珍しいんですか。はい、倉庫ってのがあるんです。倉庫。ランプ小屋。レンガ積みのランプ小屋ね。明治43年、1910年に作られたものです。この屋根と待合室と雪囲いの屋根、あれを含めて7箇所登録されてます。登録有形文化財。この建造物は貴重な国民的財産ですって書いてあります。すごいところにさせていただきました、文化庁さんから。すごい、うん、日本駅の中にあるカフェ里丸M さんに来ました。ここはね、はい、地元の人たちが運営しているカフェです。ぜひ中に入っていいですか。早速行っていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。ようこそいらっしゃいませ。地元のね、グッズ、特産品であったり、はいはい、時鉄さんのね、カレーとか、目覚まし、あとバッグとか。おお、すごい、お土産なんかも。この辺のね、赤味噌とかね、結構いいんですよ。美味しそう。はい、せっかくなんでね、はい、コーヒーぜひ飲んでみてください。ありがとうございます。こちらのバッグバッグね、ここに売ってるんですよ。あ、本当だ、すごい、日本に駅って書いてある。はい、自慢のコーヒーなんです。美味しそう、飲みやすいですね、はい、うん、ちゃんと豆から引いて飲んで。あ、そうなんですか。はい、皆さんもぜひ来てみてください。あ、ひなちゃんもいます。今度ぜひお二人で。はい、里丸駅に到着しました。イエーイ。ホームに降り立ったということで、あれ、社長じゃないですか。こんにちは。ようこそ高田へ。ホリデーツアーパスを使ってご旅行されているということ で高田の方へ、ご案内させていただこうと思いまして、よろしくお願いします。私がご案内する途中下車の旅という、村鳥塚っていうのを、村鳥塚って途中下車の旅というのをやってるんですが、今日はちょっとこのミニバンということで、はい、この駅のホームの中にもですね、見どころがあるんで、ちょっとご案内したいと思います。わかりました。はい、こちらどうぞ。はい、よろしくお願いします。ちなみにですね、この柱なんですけど、何でできてるか分かります？柱？はい。鉄？もちろん鉄です。もちろん。はい。触ってみたら。何か感じますかね？はい。もう硬い。何だか分かります？分かんない。実はこれ、はい、使い終わった線路、はい、レールでできてる。まさかの。1887年、140年以上前ないですね、はい、すごいのレールなんです。再利用して柱になる。ここにですね、はい、新潟県鉄道発祥の地、明治19年、イギリスとかアメリカとか、当時日本はなかなか鉄が作れなかったんで、はい、輸入した大変貴重な鉄なんで、線路として使い終わった後もこういう風に、ここだけペンキ外してあるんで。本当だ、はい、これが元の。そうです、これが元のです。うわ、レールだ、はい、まさかこの普通に、ね、自分たちがいるホームの柱になってるなんて、ね、皆さん思ってもないと思う、はい、びっくり。135年もう経ってるんで、ここ鉄道開通してから、当時は汽車が小さかったのが、だんだん大きな機関車になってくるとレールも交換しないといけない、変わっていくんで。そうです、それで古いレールを、はい、こういう使い方をして、これ全部そうなんです。すごい、なんか見覚えのある形といえばそうですね、なんか、はい、確かにすごい、こういう使い方をして物を大事にする、そういうことも古いね、駅ならではではないかなと思います。この町自体がとっても古い町なんで、今からちょっと高田の町の中を、あ、町の中、はい、ご案内させていただきたいと思います。行ってきます。じゃあご案内いたします。こちらどうぞ。はい。